前田さんに台風7号最新情報を伝えてもらいますはい、えー、台風7号の最新情報からお伝えしていきます今あの上のテロップで表示していますように、はい、暴風警報がだんだんと解除されて,ているんですね,ですね、うん、今奈良県と京都府滋賀県は全域で暴風警報が解除されました、うんうん、あのご覧いただいても分かりますように台風7号暴風域がなくなりました、うん 午後4時の推定なんですけれども風速15メートル以上の強風域のみが残る形となっています、まあ、でも風速15メートルと言いますとまだかなりの、ね、強い風ですので,です、ね、警報は解除されましたけれども注意報に切り替わったというところですのでまだ強風には注意を続けていただきたいなというふうに思います中心の気圧が985ヘクトパスカル中心付近の最大風速が少し弱まりまして25メートルとなっていますこの時間は北北西に 時速15キロの速さで進んでいる状況ですねまだやはり兵庫県を北上しているというような状況になっています、うん、いからずスピード遅いですねそうですね,ですねはい先ほどは20キロとなったんですけれどもまた15キロということで自転車並みの速度で北上しているような状況となっていますで、今暴風警報が解除された地域もありますけれども風向きによってはまだ 兵庫県とか大阪とか和歌山とか、うん、台風に向かって吹く南寄りの風が強まるようなところでは暴風警報、解除されていない状況なんですね。ですので引き続き暴風への警戒も、えー、警報の発表されている地域を中心に続けていただきたいなと思います。ははい、はい、えー、でででこののの時間ままの雨の様子をお伝えしていきますすに かなりの大雨になっています。あ、すいません。進路ですね。明日の午前3時の位置がここということで、今夜遅くにはもう日本海へと抜ける見込みです。けれども、うん、引き続きあの台風が。 北へと離れていっても影響を受けるところ多くなりそうですのでその辺りの情報をこれからお伝それでいいますとこの兵庫県の北部に緊急安全確保が発令されてますけども、はいね、何時ぐらいまで注意した方がいいんでしょうねねそうです大雨に関しては影響が まだまだ長引くと思っていただきたいと思います、うん、雨の様子をちょっと見ていきましょうか、はい、昨夜からの雨の様子なんですけれども台風本体が近畿に近づく前から発達した雨雲がかかって京都府北部では昨夜からも猛烈な雨が降って大雨となっていたんですね、うん、では時間を進めていきましょうえ今日になりまして台風本体の発達した雨雲がかかってきまして、えー、紀伊山地付近でも大雨になっていますし 今日の昼を過ぎたあたりから注目していただきたいんですけれども兵庫県の北部中心に活発な雨雲がかかり続けた時間帯もありました、はい、台風の南側よりも北側に今回発達した雨雲が存在するという特徴がありますのでまだ台風の北側に位置している北部では激しい雨が降っているところが多いんですね。こここののの後ももまままだまだ地盤の緩むところがありそうですこれまでですすれれに降った雨の量なんですけれども 量としましてはキー山地付近バーが出ますが赤色の表示が300ミリ以上というところなんですね和歌山県の那智勝浦町の色川ではすでに500ミリ以上の雨が降り始めから 続いているような状況奈良県内でも400ミリを超える雨が降っていて雨量としては北部よりもやはりキー山地付近の方が多いんですけれどもあのどれぐらい雨に強い土地かどうかというところが問題なんですね、はい、今日近畿の北部というのはそれほど普段から雨が多くありませんのでん、えー、それでもあの地盤が どんどんと緩んできている状況となっています、うん、土の中の水分量を見ていただきますとま紀、あ、伊山地付近もそうなんですけれども北部を見ていただきますと色がかなり濃くなっています,す、ねうん、色の濃いところほど土砂災害の危険度が高まっていることを表しているんですが、うん、もうすでに北部、えー、土砂災害の発生している地域があるということで、まあ、この後もいつそういった災害が起こってもおかしくない状況ですので、うん、引き続き、えー 危険な場所にお住まいの皆さんは安全な場所に身を置いていただきたいなと思いますだから台風がだいぶ通り過ぎて雨が止んでもこの土壌に含まれている水分というのはそんな簡単には解除されない、ね、ということですよね少なくとも今夜いっぱい明日にかけても、うん、あの土の中地盤が緩んだ状態が続くと思いますので、うん、もうしばらく明日にかけて注意警戒をしていただきたいなと思います、はい、そして風の様子も見てみましょう引き続きね暴風警報が大阪府内でも解除されているっていう情報が入って できていますけれども依然としてその台風の中心に向かって吹き込むやはり南風が強まっていますね赤色の表示は風速10メートル以上のところです紀伊水道のあたりですとかやはり神戸のあたり大阪湾の特に兵庫県南部のあたりで風の強い状態が続いていますので引き続き強い風に注意それから暴風に警戒をしていただきたいと思います,で,す、ねはい、では今後の雨や風の予想をお伝えします 今日の午後5時から時間を進めていきます。台風の中心は 今夜の遅くにはもう日本海の方へと抜けていく見込みなんですが引き続きその台風に向かって吹き込む南風が山にぶつかるようなところで雨雲がかかり続ける見込みなんですね発達した雨雲がかかればあの六甲山のあたりなどでもまた土砂災害の危険性が高まる恐れもありますので引き続き夜遅くにかけても注意警戒を続けていただきたいと思います予想される雨の量ですが明日の正午にかけてまだ250ミリというところが 多くなっています。土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や川の増水などにも警戒を続けてください。ですから、まあこれからまあ夜になって暗くなってそれでも雨と風がまあ緩まないというエリアの方もにとってはそうすか、ね、ら。 あと停電したところではね、はい、これからあと23時間ほどでまた暗くなってきますので、うん、え明かりを取る準備、うろうそくなどを使うとね風の強いときは危険になりますので、はい、しっかり懐中電灯など、はい、え電気で明かりを取れるようにしていただきたいなと思います、はい、引き続き続備えの方どうぞよろししくお願いします。